菅第二次改造内閣の閣僚名簿を発表いたします。総理大臣菅直人、総務大臣、内閣府特命担当大臣、地域主権推進、地域活性化担当、片山義弘、非議員でございます。留任でございます。法務大臣、江田さつき、参議院です。議員です。外務大臣、前原誠司、留任でございます。財務大臣、野田佳彦、留任でございます。文部科学大臣、高木義明、留任でございます。厚生労働大臣、細川律夫、留任でございます。農林水産大臣、加納道彦、留任でございます。経済産業大臣、海江田万里、ポストの交代でございます。国土交通大臣、海洋政策担当、大畑昭弘、同じく引き続き入閣でございますが、ポストの変更がございます。環境大臣、内閣府特命担当大臣、防災担当、松本龍、留任でございます。防衛大臣、北沢俊美、参議院でございます。留任でございます。内閣官房長官、内閣府特命担当大臣、沖縄及び北方対策担当、私、枝野幸男でございます。国家公安委員会委員長、公務員制度改革担当、拉致問題担当、中野寛成、郵政改革担当、内閣府特命担当大臣、金融担当、自見翔三郎、国民新党から参議院議員でいらっしゃいます。留任でございます。内閣府特命担当大臣、消費者及び食品安全、並びに行政刷新、蓮舫、引き続き参議院議員でございます。引き続き入閣でございます。ございます。内閣府特命担当大臣、経済財政政策、少子化対策、男女共同参画担当、社会保障税一体改革担当、与謝野薫、無所属衆議院議員でございます。国家戦略担当、内閣府特命担当大臣、新しい公共科学技術政策宇宙開発担当、現場浩一郎、引き続き入閣でございます。大変な経験と実績を持っておられる大先輩に大変重要なポイントになっていただく一方、私のような若い者、そして、いわゆる老壮青のバランスの取れた、そしてそれぞれの持ち味を生かせるような形での振りになっているのではないかなと、総理から名簿を拝見いたしましたときに、私は思いました。なおかつ、いわゆる実務型の顔ぶれが揃っているのではないかなというふうに思っておりますので、ぜひこの老壮青のバランス、そしてそれぞれの良さをしっかりと生かす中で、実務を強力に推進していきたい、こんなふうに考えています。